ホワットサンワーズは3メートルの解像度で場所を伝達するためのジオコーディングシステムである。ホワットサンワーズでは地理的座標を3つの単語で符号化する。例えば自由の女神像の持つ松明の位置はトーンド、メルト、シップの3語で表している。従来の他の位置エンコードシステムとの違いは長い文字や数字ではなく3つの単語で簡単に表される点にある。 ホワットンワーズは、ウェブサイトや iOS、Android のアプリ、API で利用でき、ホワットンワーズのアドレスは、緯度経度座標と双方向に変換することができる。特定のアルゴリズムに依存したシステムではなく、地球上のあらゆる場所の巨大なデータベースも、必要ないので、インターネットに接続せずとも容量に、制限のあるデバイスで動作させることができる。さらに、その符号化は、 高級的に固定で変わらないものとなる。クリス・シェルドリック、ジャック・ウェイリー、コーエン、モーハン・ゴーニー・セリンガーム、マイケル・デントの4名が創業し、ホワット・サン・ワーズを2013年7月に設立した。シェルドリックは、コンサート主催者として勤務していた時、住所が不明確なため、機材やバンドをイベント場所に時間通りに用意するのに苦労した経験から、 ボンイセリンガームと共に、そのジオコーディングのアイデアを最初に思いついた。会社は2013年3月5日に法人化され、コア技術の特許出願が2013年4月19日に受理された。2013年11月に、ホワット・サンワーズは50万ドルの開業資金を調達。2014年3月には、第2の開業資金100万ドルを調達した。 2015年11月3日、ホワット・サンワーズは、理科生のホライズンズ・ベンチャーズが参加し、インテル・キャピタルが主催する350万ドルのシリーズ A ラウンドを終了した。2016年6月29日、ホワット・サンワーズは、アーメックスが主催する850万ドルのシリーズ B ラウンドを終了した。二千十八年一月十日、メルセデス・ベンツは、同社の 約10%を買収し、将来の車両に搭載すると発表した。A クラスは、ホワットサンワーズを搭載した、世界初の車両である。ホワットサンワーズは、地球上を57兆個に分割した3メートル四方のマス目を使用する。各マス目には産語の英語のアドレスが割り振られている。ホワットサンワーズは、他の様々な言語の3つの言葉で、世界中に名前を付けた。 2016年12月現在、ホワットサンワーズアドレスは以下の言語で利用できるアラビア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、モンゴル語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、iOS アプリはスワヒリ語にも対応。2018年の初め、ホワットサンワーズはインドネシア語、ズール語、日本語、 韓国語、ヒンディー語といった、さらに12の言語を追加対応した。さらに、ベンガル語、ペルシア語、ウルデュー語を含むインドの様々な言語や中国語についても対応することも言及しているホワットさん、ワーズの各言語は2万5000語の単語リストを使用している。単語のリストは、自動化と人間による作業の複合的な手順を経て、次いで単語の長さ、特殊性、 頻度および綴りや発音の容易さを考慮したアルゴリズムによって分類して並べられる。同音で綴りに差異がある単語は混乱の可能性が最小限になるよう扱われ攻撃的な言葉は削除される。ホワット3ワーズアルゴリズムは人間と自動の両方でエラーチェックを可能にするために世界中の類似した音の3単語の組み合わせを積極的にシャッフルしている。 その結果、3単語の組み合わせが多少間違って入力されても、その結果が有効なホワット3ワーズ参照である場合、その場所は通常、ユーザーが対象としている場所と離れているため、ユーザーとインテリジェントエラーチェックシステムの両方ですぐに誤りが明らかになる。ホワット3ワーズシステムは独自のアルゴリズムを限定されたデータベースと組み合わせて使用することで、 コアテクノロジーはファイルサイズが約10メガバイト以内となっている。このデータベースでは記憶に残る言葉が都市部の場所に割り当て使用されている。ホワットサンワーズは当初ワンワードアドレスを販売したが、それは年払い料金でデータベースに蓄積されるものであった。しかし現在この機能は中止されている。ホワットサンワーズの主な利点は記憶しやすく、 誤りを検出しやすく、明快な日常言語であること、専門性なく使用でき、音声入力がしやすい点にあると主張されている。オープン標準の賛同者は、私的なビジネスによって管理されているホワットさん、ワーズシステムと著作権で保護され自由に使えないソフトウェアを非難している。似たようなアドレスがわざとお互いに離れているという、事実も不利と見なす人もいる。 自動車援助と人道支援、モビリティナビゲーションと乗り換え配送及び物流フェスティバルとイベント旅行資産管理以下のように、いくつかのパロディーサイトがある、ホワットンワードの独特な性質を風刺している。ありがとうございます。